こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。こんにちは、チルノだよ。この動画は大学受験生向け日本史解説動画なんだぜ。でも普通の歴史解説動画としても楽しんでもらいたいぜ。今回は近代、現代の15回目、明治維新の始まり前編をお届けするぜ。時期としては1868年1月から1869年3月ぐらいまでの話だぜ。あら、前回の戊辰戦争も同じぐらいの時期だったわ。そうだな、新政府軍と旧幕府軍とが日本各地で戦闘を繰り返している時に、新政府は次々と新しい施策を打ち出している。それらは江戸時代にはなかった全く新しい施策、政策だった。それらを今回は解説するぜ。なお、今回はその明治新政府の施策を前編、中編、後編の3回に分けて解説する。今回はその前編だぜ。ふもも、わかったわ。ではここでこの動画のルールを説明する。いつもの注釈か、どうぞ。1、黒板の青字の説明は難易度が高い歴史事項。説明はチルノが担当。また、チルノが横から口を挟む補足も難易度が高い。2、黒板の白字の説明部は通常レベル。覚えるべき基本情報が主。つまりアタイが喋る内容は日本史が難しい大学入試対策向け、一般の受験生、高校生は無視できるとうぷ主は考えているのよ。注釈お疲れ様。では、そろそろ本編に入ろうと思う。霊夢、準備は OK かな？ OK よ。了解。では、今回の解説開始、ミュージックチェンジ。1868年3月、新政府は五箇条の正門を交付。それって何？これから天皇はこういうことをやります、みたいな宣誓、新政府の全体の方針を示したもの。ふもも。なおこれは庶民に向けた宣誓ではない、天皇が諸大名を率いて神々に誓うというものだった。神様に誓ったのね。そういうことだぜ。それから諸大名を率いるってことはこれからは幕府ではなく天皇が政治を行うっていう意味にもなるんだぜ。ふもも、なるほど。なお、天皇自らが政治を行うことを天皇新政と言うんだぜ。この言葉は歴史を学ぶ上ではぜひとも覚えてほしいんだぜ。了解したわ。もっとも、五箇条の正門の時は名目だけ、実際には明治天皇自身が政治を行ったわけではない。ですよねー。五箇条の正門の場合、これからは天皇が中心となって政治を行いますよ、という意味合いを出したわけだぜ。なるほど、了解。それじゃあ、五箇条の正門の内容はどういうものだったの？抗議世論の尊重と開国和親を示したものだぜ。ごめん、マリサ、どっちも意味がよくわからない。ざっくり言うと抗議世論とはみんなの意見を聞いて議論します。開国和親とは諸外国と仲良くしますって感じだぜ。ふもも、そうなんか、了解。さて、五箇条の正門についてはあと二つ説明したいことがある。ほうほう。一つ目は、呼び方。五箇条の正門は、少し前まで五箇条の五正門という呼び方だった、五があるのだ。今でもウィキペディアでは五箇条の五正門と表示されている。正門と五正門の違い？そう、単に呼び方が変わっただけ。現在の教科書は語がつかない単なる正門が主流なので、試験では語をつけず正門と書く方が無難。そなのか、了解。で、もう一つは？資料問題でよく問われる重要な場所がある。それについて説明しなければならないんだ。とても意地悪なポイントなんだ。ふもふも。大変複雑で難解な部分だが、受験では必ず覚えなければならない知識なのだ。だからじっくり今から説明する。いいかな？いいわよ。では説明に移る。まずこれを見てほしい。これが五箇条の正門の資料。ちゃんと五箇条ある。おお、そだねー。この五箇条の正門は、三与の百合君政が起草し、福岡高親が修正し、さらに木戸孝允が加筆修正して完成した。これがまず最初のポイント。学習者はこの、百合君政、福岡高親、木戸孝允を順番通り覚える。この人名を全員覚えるの？うん、そうなんだぜ。うわぁ、黒板の文字も青字ではない。教科書にも小さい字だが、ちゃんと人名まで書かれているはずだぜ。だから白字、教科書を確認してみると良いぜ。どれどれ、あ、ほんとだ。で、さらに、彼らがどの場所をどう直したかまで覚える。ひえー、なんだって、場所だって？さすがに直したところを全部問われるわけではないが、比較的有名な修正箇所が一箇所ある、そこは問われる、なので覚えなければならない。そうなんだ、じゃあそこはどこなの？それは出だしの第一条なんだ。出だしはこうだな。1、広く会議を起こし、万機公論に決すべし。ふむふむ、そだね。
この部分はもともとの百合の案は全然違っていた。第5条2番気候論に決し私に論ずるなかれという部分が百合案にはあった。福岡はこれを第1条に持ってきて烈公会議を起こし万気候論に決すべしに変えた。ふむふむ、木戸はこれを修正、出だしの烈公を広くに変えた。こうして広く会議を起こし万気候論に決すべしという完成形になった。ふももこの変更の内容を全部覚えるの？全部ではない、実は福岡案から木戸の完成形への変更点を覚えればいい。つまり烈公が広くに変わったところだけを覚える。いやーそれでも細かい。これ白字の知識なの？青字じゃないの？一応白字、青字でもいいと思ったが、うぷ主は白字と判断した。これは覚えるべき基本事項と思う。嘘やー、だいたい教科書のレベルを超えてるでしょうに。実はそうではない、これは教科書レベル。この変更点は教科書をよく見るとちゃんと載っている。嘘だー、私は信じないぞー。いや嘘ではない、教科書を持ってきて。持ってきたわよ、見たわよ、該当らしいページを見てるわよ。でもそんなところ見当たらないわよ。見つからないのは無理もない、実は相当変な感じで載っているんだ。変な感じ？教科書には五箇条の正門の原文が載っているが、そのそばに手書きの画像で五箇条の正門の草案が載っているはずだ。よく見てみよう。手書き？ああ、なんかこの墨で書いたみたいなやつ。そう、それが福岡の作った草案、第1条らしいところをよく見てごらん、霊夢。そして第1条を読んでみて。どれどれ、手書きの文字読みにくい、おまけに漢字が旧字体で難しい。烈公会議を起こし、万気候論に決すべし。ほら、ちゃんと、烈公って書いてあるでしょ。だから、烈公を広く、に直した、という納答問題は教科書レベル。ひえー、ひどい、こんな問題、ひどすぎる。うむ、それが普通の人の反応だと私も思う。だが、受験の日本史会ではこれは常識。信じられない。うぷ主が浪人生だった頃、日本史の先生はこの問題についてこう言っていたぜ。これは昔から受験でよくある問題、化石レベルで古い。きえー、うぷ主が受験生だった頃からもうすでに古い問題だったのか。そうなんだぜ、いかにこの知識が常識なのかがこれでわかるのではないだろうか。わかったけど、恐ろしいわ。あ、質問。何かな？木戸はなんで烈公を広くに変えたのかしら？いい質問だ。それを知るためにはまず烈公の意味を押さえなければならない。霊夢、烈公って意味わかるかな？わからないわ。この場合、烈公というのは夕飯のこと、木戸は夕飯の代表という意味をより広い範囲に変え、より幅広い意見を尊重するという意味にしたかったんだぜ。なるほど。では元の原文に戻って説明を続けるぜ。了解。第4条の旧来の老朽を破りの旧来の老朽とは何かという問題がある。霊夢わかる？老朽って何？悪い習慣って意味だぜ。じゃあ旧来の老朽って古くからある悪い習慣って意味なのか。じゃあなんだろう？わからない。高3、旧来の老朽って何？実はここでは上位のことを言うんだぜ。へえ、そうなのか。まだまだ外国人というだけで襲いそうな輩が日本にいたから、明治政府はこれを否定したんだぜ。日本にいる外国人を安心させようとした部分なんだぜ。なるほど。以上で五箇条の正門の説明は終わり。いいかな？次に進むぞ。了解。では次は1868年3月のごぼうの刑事。ごぼう？野菜をわざわざ刑事するの？霊夢のボケは食べ物が多いな。貧乏すぎてろくなものを食べていないのか？余計なお世話よ。ごぼうの刑事は実は五箇条の正門の翌日に民衆に向けて掲げられたもの、民衆に向けて新政府の基本方針を示したものだぜ。ふもも、どんな内容だったの？ざっくり言うと、五輪の道徳を守りましょう、徒党や暴走は禁止する、キリスト教も禁止って感じだぜ。なんかよくわからないんだけど。五輪の道徳っていうのは儒教的な道徳、父母など目上の人を敬いましょう、みたいなこと。徒党や暴走ってのは集団で押しかけて暴れること、これを禁止。最後はキリスト教の禁止、これはわかるよね。こんなような内容だったのがごぼうの刑事だぜ。ふもも、わかったけど、これ、江戸幕府の施策と何ら変わらないわね。そうだな、これに関しては江戸幕府と何ら方針は変わらないぜ。そうなのか。あ、一つ疑問。何かな？キリスト教の禁止って大丈夫だったの？開国は真の政策で欧米人と広く仲良くするんでしょ？
いいところに気がついたな霊夢。実は欧米諸国からキリスト教の禁止については抗議を受けた。なのでキリスト教禁止の部分は後に撤回されている。なるほど、ちゃんと開国は真になったわけね。そうだな。では次、1868年うるう4月、聖大書の発表。聖大書は新政府の政治の方針を示したものだぜ。ふむふむ。これは主にアメリカの制度を参考にして起草された。具体的には三権分立になる組織をそれぞれ作る。三権分立って公民でやった行政、地方、立法ってやつ？そうだぜ。現代の日本なら行政は内閣、地方は裁判所、そして立法は国会にあたる。ふむふむ。聖大書で示されたのは行政は行政官、地方は刑法官、立法は議政官という組織なのよ。この三権分立が備わった政治機構の全体の名前がすごいんだぜ。なんと太政官と言うんだぜ。太政官って何？あ、そうか、霊夢はまだ幕末以前の歴史を学んでなかったな。それじゃあ、わからなくても仕方がない。太政官というのは奈良時代や平安時代に朝廷に存在していた政治制度、つまり約千年前にあった政治制度を復活させたイメージだぜ。なんだって。もちろん千年前の太政官と明治のこの時できた太政官は似ているところはあるにせよ、基本的には全然別物だぜ。ふもも、そりゃそうだろうな。この三権分立が整った全体の仕組みを太政官制という。ちょっとこの図を見てほしいのよ。太政官制の組織図なのよ。行政官の下の組織は覚えなくてもまず大丈夫よ。でも議政官の下の組織は日本史が難しい大学を受ける人は覚えてほしいのよ。上局と下局があるのよ。上局は三職の二つ、具体的には議場と参与のメンバーで構成されたのよ。一方下局は藩から選出された公使と呼ばれる人たちで構成されたのよ。うわぁ細かい、青字なのが救いだわ。青字だけど、これは教科書レベル、ちゃんと教科書には説明されているんだぜ。ひえぇ、恐ろしい。また、高級管理、要するに偉い役人は4年ごとに5選して交代させることになっていたのよ。5選って何？お互いで選挙し合うこと、ここではざっくり言って投票で決めたと理解すれば OK よ。了解。ただ、実際はこの5選は1回しか行われなかったのよ。あらま、しょうがないわね。でも、この太政官制は2回の大きな変革を経ながら17年間も日本の政治機構の中心を担ってきたのよ。太政官制は1885年12月の内閣制度ができるまで機能してたのよ。へえ、そうなのか。聖大書はまだまだ説明が残っているのよ。聖大書では地方が府県藩の3つのブロックに分けられた。これを三地制というのよ。府は現在の京都府と大阪府、それと東京都にあたると大まかに抑えてほしいのよ。それ以外の地域が県？違うのよ、藩と県の2つ、各大名たちの支配地域が藩、それ以外の地方が県。ざっくり言うと、現在の日本が都道府県になっているみたいに、この時は府県藩だったのよ。そうなのか、なんか変な感じだけど。それから、この聖大書を起草したのは副島種臣と福岡隆親という人なのよ。ひえー、日本史が難しい大学はそんなことまで聞くのね。そうなんだぜ。以上の五箇条の正門、五房の啓示、聖大書が明治新政府が最初に示した基本方針なんだぜ。いいかな、霊夢？ OK よ。ではお次、カテゴリーに分けるのが難しいが、この頃に行った出来事を3つ。一つは1868年7月に江戸を東京と改称する。二つ目は1868年9月、元号を明治と改元し、同時に一世一元の制を定めた。一世一元の制って何？天皇一人に対して元号は一つだけっていう意味。それまでは天皇在任期間中に元号が変わることはよくあったんだ。でもこの時から天皇一人に対し元号は一つと定められたんだ。なるほど。なお、一世一元の制を権利したのは岩倉具視なのよ。了解。三つ目、1869年3月、明治天皇が東京に居を移す。事実上、京都から東京への遷都が行われる。この時から今の皇居が天皇家の住まいになるって感じね。その通りだぜ。というところで、今回の解説内容は終了だぜ。今回は細かい印象だったわ。青字も多いし。そうだな、基本的な重要な歴史用語は実は今回は少ない。だが、補足説明や青字になるくらいの難しい歴史事項は多かったな。次回の予告をしよう。次回は明治維新の始まり中編をお届けするぜ。今回は前編、中編、後編の3パートなのよね。
そうなんだぜ。江戸幕府とは全く異なる制度を一から作り上げるわけだから、いろいろな細かいことがたくさんあるんだ。ふもも、だから3回に分けるのね。そうなんだぜ、次回はその中編なんだ。というところで今回はおしまい、皆様。ご視聴ありがとうございました。